どうもキューピー48です。本日はですね、セイントクロスマイス EX、サジタリアスアイオロスのゴッドクロスですね、こちらの方をレビューしていきたいと思うんですけれども、今ですねこちら映っているのは中華版の、セイントクロスマイス EX サジタリアスアイオロスゴッドクロスになります。先日ですね、ジャパンジークさんと立川のホビーオフにお買い物に一緒に行ってまいりました。その際にですね、なんとサジタリアスのゴッドクロスアイオロスをですね発見いたしました。ですので本日はそちらの方をレビューしていきたいんですけれども、前回ですねこちらの中華版、サジタリアスアイオロスゴッドクロス、こちらの方をレビューしたんですけれども、これとのですね比較ができるようになりました。いや、すげえ嬉しい。はい、ということでですね、早速箱の方を見てみましょうか。まずですね、この中華版のアイオロスさんにはちょっとどけてもらいます。はい、ちょっとどけてもらいました。ではですね、こちらになります。じゃんじゃじゃん。はい、ということで、こちらがですねホビーオフさんの方で購入することができました。1万5000円だったかな、なので定価よりも少しだけ高いんですけれども、ほぼプレ値なしで購入することができました。いや、これはね本当に嬉しい。はい、ということで早速ですね箱をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、いや、いいですね。並び立つ信念の兄弟ですね、黄金の志が放つ正義の矢ということで、まあ、こちらにも正義の矢あるんですけどね、こちらにも。はい、では横ですね見てみましょう。やっぱこれですよね、まあ、こっちでも同じポーズしてる人いますけどね。はい、こちらは中華版になります。で、後ろがこんな感じ。あ、バブルスライムが。はい、いやかっこいい。まあ、表情パーツもですね入ってるんですけども、これ中華版でももちろん入ってましたね。はい、アトミックサンダーボルトとサンダーアローですね。いや、かっこいい。はい、そしてこちらがオブジェ形態。これがですね、中華版のマイス EX では実現できない、オブジェ形態になります。こちらの方もですね今回は見れるという形ですね。あとは箱の上がこんな状態ですね。まあ、中古品なのでもう開いちゃってますね。はい、で裏がこんな形とですね。まあ、裏もしっかりしてますね。さすが正規品ですね。パッケージはしっかりとしております。はい、ではですね早速中身の方を見てみたいと思います。いやー、嬉しいですねこれね、マジで。よいしょ、中身こんな形になってます。説明書もちゃんと入ってますね。こちら開けてないのかな。いや、これは嬉しいですね。形で入っております。まずはですね、こちらが素体の部分ですね。立ちますね。はい、まあアイオロスの素体と、あとクロス類ですね、あと持ち手、それと表情パーツが入ってますね。こちらですね、これが、オブジェ形態ですねの素体になるんですね。よいしょ。まあ、こちら羽のパーツですね。やっぱり羽大きいですね。いや、すごいキラキラ。はい、はい、ということでプラケースは、3つですね。まあ、あとは、取扱説明書、さっきもご覧いただきましたけれども取扱説明書が入っております。なんかですねこれ厚紙なんですよね。だからこの厚紙が何かあるんですかね。セイントクロスマイス EX のゴッドホルダーは私初めて購入したので、ちょっと内容量がいまいち分かっていなくて申し訳ありません。はい、ではですね、早速アイオロスの方にゴッドクロス、イテザゴッドクロスを、装着したいと思います。あとですね今回こちらも購入いたしました。はい、ゴッドステージセットですね。いや、これもかっこいいですよね。これ結構高いんですよ。
なんですけども、まあ、今日はですねこれに乗せて、最後ポージングもできればなというふうに思っております。まあ、ちなみに、まあ、これ多分12星座全部入ってるんでしょうね、ここのプレートが。あ、3つ入ってんだ。すごい、やったね。はい、ではですね、早速クロスの方装着していきたいと思います。はい、プラケースの方から出してみました。ですね、ちょっと中華版とやはり結構違いが今回ありましたので、その気づいたところだけ先にですね、後ほどちゃんとした比較はするんですけれども、先にちょっとだけご紹介したいと思います。まずですね、この腕の部分なんですけれども、この腕の部分のこの部分ですね、この部分、ここにまあ突起穴があって、これをはめられるようになってるんですけれども、中華版はこれがもう一体式になってました。はい、あとですね、この弓と矢なんですけれども、これがですね、中華版はなぜかダイキャストですで、日本版はこれプラですね、プラのメッキ加工になってるんですけれども、まあ、ただですね、プラの方が多分その維持させるのは楽だと思います。意外とダイキャストでもちゃんと維持はできてるんですけどね、先ほどちょっと見ていただいたんで分かると思いますが、はい、あとですね、こちらの羽ですね、この羽がですね、まあもうちょっと大きすぎて見切れちゃうんで、左側の方置いてありますけれども、羽はですね同じでした。この辺りの、作りがですね、3枚開きなのも同じ。ただやっぱりですね、この辺の可動とかですね、この辺りの、まあ、裏も同じですね、裏も同じなんですけど、やっぱり色がですね結構違いがあるように私は見えました。はい、仕上がりもとても綺麗ですね。羽のところのこう切断面とかも、まあ、ここがちょっと切断面見えるのかな、ただ中華版ほどはないですかね、切断面が大きくは見えないといったところですかね。はい、はい、ではですね、早速アイオロスですね、まあ、ちょっとアイオロスもう少し見てみましょう。表情はこんな形ですね。これも中華版とあまり変わらないのが、この少しこちら側にこう顔が寄ってるんですよね。これなんでなんだろう、そういう仕様なのかな。はい、まあ、可動域もそんなに問題はないですかね。はい、中華版よりも動きは滑らかですね。さすが日本のマイスですね。この辺りも大丈夫ですね。はい、可動域は非常にいいですね。はい、で特に傷とかもありません。はい、あ、後ろの刻印ないんですね。あとこの辺の継ぎ目はどうしても日本のマイスでも出ちゃうみたいですね。そこはちょっとだけ残念かな。はい、まあ、これが素体ですね。あとは表情パーツですね。こちらの方も中華版同じ入ってたんですけど、これ何ですかね、目を閉じてる表情パーツがなぜか2個入ってます。あ、でこっちがちょっと微笑んでるんですね。わかるかな、こっちがちょっと微笑んでて、こっちが普通の目を閉じてる顔なんですね。あ、そうなんだ、なるほどなるほど。はい、あとはこの叫び顔ですね、叫び顔と、あとはこのサンダーアローの斜め左側を向いている表情パーツですね。はい、ではですね、早速また足からですね、取り付けていきたいと思います。レフト兄弟さんが毎回足からやられてるので、私もですね、先人の先輩に習って足からちょっとやっていきたいと思います。はい、ではですね、早速つけていきましょう。いや、これチャイナ版との比較楽しみですね。はい、ではまずももパーツですね。ももパーツはこういった形でグッと、まあ、ここ問題ないですね。はい、
でスネパーツですね。スネパーツをつけます。はい、でこの足をはめますって感じですね。あと中華版との違いはこの足首のパーツが外れてる状態なんですけど、中華版の方はくっついていました。あ、でも多分外れるとは思うんですけど、はい、ではですねこちらの方はめていきますね。はい、この形ですね、はまりました。いやーかっこいい、すごいな。はい、ではこちらですね、見ていきましょう。これもちゃんと突起部分分かるようになってますね。チャイナ版はですねこれがいまいちよく分からなかった。よいしょ。あ、なるほど、これが取れやすいんだな、うん、はい、これで片足の方ですねつきましたのでこっちの方もつけていきたいと思います。はい、両足ですね取り付けてきましたので、腹パーツですねこちらの方をつけていきましょう。もう一回上げて腹パーツをこちら一回分離させます。はい、でこのような形でパチンとなるまではめて下に胴体を下げる、胸の部分を下げるといった形ですね。はい、ではですね続いて腰パーツですね。腰パーツをつけていきましょう。こちらピンを一度外しまして、よいしょ、で前スカートを外しま す, です、ね、でこちらの方を開くと、よいしょ、あ、開くと、まあ、この部分に突起があります。でアイオロスの背中のこの腰の部分にもくぼみがありますのでこの部分にはめ込みます。はめ込んで閉まりましたのでこちらの方をはめていきます。よいしょ、はい、はまりましたので最後ですね前スカートをはめ込むとこれで下半身の完成ですね。腰パーツもつきました。これがねすぐ取れちゃいますこれ最後の方がいいかもしれない。はい、ではですね次この胸パーツこちらの方をはめていきたいと思います。これはですねこういった形で開いてではめていくんですけれども、一回ちょっと首を取りましょう。よいしょですね、取ってでですね、次は腕ですね。腕の方をつけていきましょう。まずはこの上腕の部分ですね。こういう形でちゃんと入りますね。中華版はこれがですね、向きが変えられなかったんですけれども、まあさすが日本版はちゃんと入りますね、この状態で。で続いてこちらをはめていくんですけれども、その前にこの後ろのこの穴の部分にこちらですね、これをはめておきましょう。よいしょ、まあ、ここが分離している理由はちょっとわからないです、もしかしたらオブジェ形態の時にこれが必要なのかもしれないですね。あとはこちらの方ですね、でパーツをしっかり固定して、はい、で持ち手なんですけれども、まあ、今回は、普通の握り手でいきたいと思います。よいしょ、さすがやっぱりマイス EX はここが非常に楽。あとこの手の甲の部分ですね、これが中華版はあのプラモデルみたいにくっついてきてましたけど、まあ、当然だから国内製品はしっかりと分かれております。はい、
はい、これで腕が完成ですね。はい、では反対側もつけていきたいと思います。はい、これで両腕がつけ終わりましたので、次はですね、肩ですね。この肩はまあ、この部分もですね、やはり国内品はしっかりとゲート処理といいますか、成形時の金型から取り出した時の跡をですね、綺麗にちゃんと消せてます。はい、これも素晴らしいですね。さすが。これがジャパンクオリティなのかもしれないですね。はい、ハマりも非常にいいですね。一応こちらもつけていきましょう。こういった形ですね。非常にハマりいいですね。はい、では肩パーツですね。こちらもはめていきます。はい、ではこちらの方の肩も入れていきます。よいしょと。はい、こんな形ですね。はまりましたと。はい、ではですね、表情パーツの方ですね、変えていきたいと思います。まあ、マスクだけを変えますので、前髪だけですね外して、こちらの前髪ですね、この穴のついている方をはめて、でマスクをこの突起部分ですね、はめ込むと、よいしょ、すごいフィット感ですね、これ素晴らしいな。はい、でこれで首を元に戻します。よいしょ。はい、これでですね、アユロスにサジタリアスのゴッドクロスを装着することができました。いやー、かっこいいな、これすごいですね。はい、あとですね、まあ、一応羽もあるんですけれども、一応羽だけつけとこうかな。こういった形ですね。この辺の形状は中華版とそんなに変わらないんですが、ここの部分が中華版より小さいですね。なのでちょっとホールドが少し心配ですね。はめやすさはこちらの方がはめやすいですね。あー、でもやっぱりはまりましたね。はい、これではまりましたので、はい、こういった形になります。ではですね、ポージングの方させてみたいと思います。はい、クロスの方装着終わりまして、スタンドにですね立たせてみました。いや、素晴らしいですね。後でポージングもしますけれども、一旦ですねこの状態で確認していきたいと思います。いやー、やっぱりジャパニーズマイスはさすがですね。あとこのスタンド、これすごいいいですね。しっかりここホールドしてくれて、でホールドしてるところもそんなにクリアなんで目立たない。でいいのがこの台座というか、この床のところ、ここがですね、なんていうかな、ベルトっていうか滑りにくくなってるんですね。なのでしっかり立ちます。いや、これねすごい買ってよかった、すごい良かったです。はい、後でですね、またターンテーブルで回しながら見ていきますので、一旦この状態にしたいんですけども、まずはですね中華版と、そうですね、比較してみましょう。はい、ということで少し左に寄せーの、はい、こちらが中華版になります。はい、どうでしょうか。よいしょ、ちょっとポーズがね違うんであれですけれども、遜色ない気がする。この距離だとほとんど遜色ないんですよね。ただですね、やはり、まあ、照明の当たり具合の問題もあるかもしれませんが、おっと、こっちが中華版ですね。こっちが中華版のマイスなんですけれども、やはりですね、成形色は若干違います。こっ
中華の方が少しオレンジかかって見えます。ゴールドの部分がですね、まあ、例えばこういったところとかですかね、まあ、こういったところもそうですかね。この色味のところ全体的にオレンジかかっているのが中華まん。羽もそうですね、少しオレンジかかってます。でジャパニーズマイスの方はやはりですね、ゴールド、忠実なゴールドに、成型色がなっているように見られます。まあ、この辺の色の濃淡のところもですね、しっかりゴールドっていう印象ですね。この辺ですね、まあ、ここもやはりゴールドですね。なので、まあ、こう比べるとですね、若干チャイナ版の方が、中華版の方がゴールドが強い、落ち着いたゴールドですね。でジャパン版の方がまさにゴールド、ザ・ゴールドっていうイメージになってます。はい、あとですね、この桃のところの色分け、これですね中華版はできてるんですけど、日本版はここの色分けが一切ない状態になります。で中華版のシルバーが結構この色のこの地の方ですね、地の方がシルバー、ほとんどシルバーなんですね。なのでここら辺が違うのかなと思ったんですけども、意外や意外、あのマイス、じゃ日本版のマイスとそんなに変わらないですね。こういったところのこの辺のシルバー感がそんなに変わらない、うん、そうなんだなと思いました。なので中華版ですね、意外とちゃんとしてるんだなって実はちょっと思ってます。はい、まあ、ただですねやはり、全体的なクオリティ、例えば羽の可動の部分ですとか、各パーツの細かい部分ですね、これに関してはやはりチャイナ版の方が、若干雑だなというふうに思いました。ただこちらは15,000円なんですね。でこちらが6,500円なので半額以下になります。まあ、この辺はですね、まあ、どちらを選ぶのか、うん、好み分かれるところだと思いますけれども、まあ、私はですね、こっちがあってもいいんじゃないかなというふうには実はちょっと思いました。はい、こちらもですね十分仕上がりとしてはいいです。はい、なので、中華版といえどもですね、まあ、例えば箱が、まあ、あんな箱できてますんで、あんな箱だったりとかもしますけれども、まあ、結局飾ってしまえばですね、箱なんていうのはないに等しいので、まあ、そう考えると、飾って楽しむ方にとってはですね、チャイナ版のマイスも十分いけるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、私はね、やっぱりとはいえこのメイドインジャパン、まあメイドインジャパンではないんですけれども、日本製のマイス、こちらの方がやはり細かい点で勝っていますので、こちらの方がいいかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、この比較ですね、もしですね、まあ、もう少し細かいこういったとこ、ああいったとこを見てみたいとかってですね、ご意見とかご要望があればですね、ぜひコメント欄の方にコメントいただければ、再レビューということでですね、皆さんから頂戴したご意見をまとめて、再度レビューの方しようかなというふうにも思っておりますので、よろしければぜひコメントの方いただければと思います。はい、ではですね、あとは、こちらの日本版の、正規品アイオロスゴッドクロス、イテザゴッドクロスアイオロスですね、こちらの方ポージングの方を見ていきたいと思います。はい、引き続きですね、動画の方ご視聴いただければと思っております。それでは失礼いたします。